メキシコの代表的なソースマイナスサルサロハとサルサベルデ様々なテキーラメキシコ料理はアステ家族の料理やマヤ族など先住民族の料理を母体とし、コンキスタドールのもたらしたスペイン料理の影響を受けて成立した料理である土着の作物トウモロコシ、インゲン豆、多様な唐辛子を用いた辛味の効いた料理でよく知られている地方では虫を用いたサルサやタコスといった 昆虫食の伝統も根、ね、強く残る。メキシコは元よりカリフォルニア州、テキサス州などの旧メキシコ領やメキシコ人コミュニティのあるシカゴなどの大都市を中心にアメリカ合衆国でも食べられている。アメリカ合衆国では移民の多い地域を除いてメキシコ料理はテクスメクス料理やカルメクス料理と融合してアメリカナイズされる傾向にある。 ポソーレカルドデレスワカモーレメキシコのタコス緑のサルサのチラキーレス米とフリホレスのエンチラーがたまるトルティーヤはメキシコ人の主食である。北部では小麦粉のトルティーヤが作られることが多いがそれ以南ではアルカリ処理をしたトウモロコシをすりつぶして作るマサで作ったトルティーヤが一般的である。トルティーヤは多くの軽食のベースにもなる。なおトルティー、ジャガ、 本来の発音に近く、その表記で統一された書籍等も多い。インゲン豆の料理はほぼ毎食食べられる。インゲン豆ほど多くはないが、レンズ豆、空豆、ヒヨコ豆も食べられている。チレス、エンノガーダアルフェニーケアグアデハマイカメキシコ料理を特徴づける食材をいくつかあげる。チレパシーヤと比較の米国一銭と効果栽培量が少なく市場に出回らない品種を含めると、 メキシコには全部で100種以上のチレがあると言われる。チレアバネロとチレマンサノを除き、メキシコで栽培されているチレのほとんどは、唐辛子の品種である。たたすトマティーヨ屋台で売られている、トゥナ2010年、メキシコの伝統料理は、ユネスコの無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。